礼拝を始める前にお願いがあります。携帯をお持ちの方は音源をオフにしていただくか、マナーモードの切り替えのご協力をお願いいたします。それでは2016年7月10日市の十字架クリスチャンセンター東京アンテオケ教会のシーツ第3礼拝を始めてまいります。最初にお祈りいたします。恵み会がする天の様、皆をあがめて感謝いたします。主はあなたこの御方の御方にお人一人をこの手術第3礼拝に招いてくださり、ご私たちがあなたにこの賛美を捧げ、また礼拝を捧げる恵みに預かりますことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、集められたお人一人にあなたの上からの大いなる恵みと祝福を持って、導いてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を心から感謝いたします。最初のあたり、尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン、感謝します。それではまず賛美を持って主を礼拝してまいりましょう。それでは、お立ちになる方はどうぞお立ちください。共に主に向かって賛美の声を上げてまいりましょう。飛行機に乗って最まで出て行こう。アメリカ、南アメリカ、アジア、アフリカへと飛行機に乗って、ヨーロッパ、オーストラリア、地の果てまでも賛美隊が喜び歌い、五色の者たちが集い、一つとなって神の働き携えてゆく。飛行機に乗って賛美隊が、賛美隊が喜び歌い、五色の者たちが集い、一つとなって神の働き携えてゆく。飛行機に乗って最まで出て行こう。神がくださった賜物を心から主を褒め称えましょう。
私はこの終わりの時代にあなた方一人一人を用いて非常に大きな宮沢を起こそうとしていることを覚えなさいと称せられます。それで神が与えるビジョンをしっかりと握り、また祈りを持って主に仕え、またこの終わりの働きのために備えていきなさいと称せられます。この終わりの時代におけるこの主のご計画、またこの主の宣教の働きというのは主ご自身が御手を持って進められていくと称えられます。それを一人一人この通りを聞くだとなり、主が語られることを忠実に推し進めることのできるしもべとなることができるように祈りを強めていきなさいと称えられます。主に聞き従う者たちを主は大きく用いられていくと称えられます。それでは、教会の頭を賛美してまいりましょう。イエス・キリストは教会の頭、教会はキリストの満ちるところです。ハレルヤ、もう一度心から主を褒め称えましょう。愛する天のお父様、この賛美の時を導いてくださりありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。朝の通礼拝豊かに祝福し導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。それではお祈りの時をお持ちたいと思います。それぞれお一人お一人で主との交わりお祈りの時を持ってまいりましょう。はい、お祈りはそれまでにしていただいて再び賛美してまいりましょう。
はい、それでは主の祈りをお祈りしたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を切らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。アーメン。感謝します。それではペトロ久保田牧師に導いていただいて聖餐式を行います。それでは聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においてはイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方はどなたでもこの聖餐を受けることができます。またインターネットの方で見られている方もですね、同じようにイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方は受けることができます。インターネットの方はご自分の方でですね、パンとブドウ酒、またはブドウジュースを用意していただきたいと思います。それではこの式のためにお祈りしたいと思います。はい、聖霊様ありがとうございます。主がこれからの聖餐式を導いてくださることをありがとうございます。主よ、どうぞこのパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、またインターネットの方のパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、御体と御血をの祝福と恵みをどうぞ受けない一人一人のうちに主が豊かに表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。罪があればそれを主の前に悔い改める時を持ちたいと思います。イエス様の愛によって祈ります。アメン。それではお願いいたします。イエスはパンを取り祝福して後、これを先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。
イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。お祈りします。愛聖様、この聖餐の恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。はい、聖餐の恵みを受けた後は、私たちの方から神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ捧げてまいりましょう。神の国と神をまず求めなさい。はい、それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み会をする天皇様、皆をあがめて感謝いたします。主よ、あなたから日々いただきます恵みの一部であります。今献金として主の前にお捧げしました。この献金をあなたが神の御用のために30倍60倍100倍と大きく増し加え用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げましたお一人お一人の健康を祝福し、また経済をも祝福してくださいますように、さらなる主に、多くのものを主の前にお捧げする恵みに預かりますように導いてください。この献金を心から感謝いたします。イエス様のお名前によって感謝しお祈りいたします。アメン、アメン。感謝します。それでは本日のメッセージのための聖書をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所は、詩編の105編、19節になります。詩編の105編、19節になります。3版をお持ちの方は旧約の
1012ページ、2本お持ちの方は旧約の928ページになります。詩編105編19節、それでは拝読いたします。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。今お読みしました聖書箇所から、特別賛美、しばらく賛美の後に、メッセージをペトロ・クボタ牧師に取り付いていただきます。